たっぷりある田先生に笑うからこれ、<laughs> 見出しで見出しでちょっと笑ってしまったんですがえ山口組のハロウィン菓子配りをけん制神戸で住民らというんですけどお菓子ぐらいだめですかねえ深入りまいりましょう共同通信によりますと神戸市灘区にある指定暴力団山口組の総本部周辺で31日地元住民らが暴力団追放を訴えるパレードを実施しました。 山口組がハロウィンで親子連れに歌詞を配っている催しを牽制する狙いがあります兵庫県警によりますと山口組は以前から毎年10月31日に総本部や周辺で子どもに歌詞を配っています県警は2014年以降青少年の健全育成に悪影響だとして組側に自粛を要請しかし山口組は分裂騒動があった2015年を除いて続けています 住民や警察官らおよそ100人は先月31日午後、暴力団追放と書かれた上りを掲げ、暴力団がハロウィーンをするなと声を上げました。<laughs> ちょっと笑ってしまいました。すみません。あのー、まあこれそれとはこれに対する話じゃないんだけれども、はい、あのー、神戸には山口の本家本部のある神戸には神戸空港って空港があるじゃないですか。えー、で、ある時神戸空港に。 売店があって本が並んでたんですよなんかちょっと暇だから雑誌か本でも買おうかななんて思ってふっっと入てみたんですねそうするとねそこに田岡由紀さんっていう方がいらっしゃって田岡由紀さんの書かれた文庫本で「お父さんの石鹸箱」っていう本が平積みになって置いてあったんですよ。でまあこの田岡由紀さんっていうのは田岡組長三代目三代目田岡組長の娘さんなんですね。 まああのー、ねあの、まあ、言ってみれば神戸ではもう知らない人はいないというぐらいね<ー>え これずいぶん古い本だなずいいぶん古い本だし、えー、その田岡組長をお悪しろを礼賛するような本を置いてていいんだろうかみたいなね、はい、これ神戸ならではなのかって言って、えー、おばあちゃんこれ大丈夫おいてて」みたいなねーーあの売店のおばあちゃんに聞いたわけ「はい、何やってんのよこの,この方はねこの田岡由紀さんのお父さんはもう神戸の住民、うん、あるいは神戸の地域に対してものすごくねーー良いことしてくれたのよ」 ええ、神戸の今発展してるのもこの方たちがいらっしゃったおかげよ、うんね、だから置いてるのよってね、ええ、言うんでまあある意味でねこう感謝の念それがね、うん、要するに神戸における山口組。はいまあ 三代目だけなのかもしれないけども山のの存在感っていうのがあるんですよ要するに港湾二駅のえまあ言ってみればえまあ団体のですねナンバー2までやってる人ですからね田岡組長というのはそうですねで要するに神戸港を中心に発展してきたっていう,う,いう歴史的な背景がある神戸が国認知あるのもやっぱりその,えその港湾二駅の仕事があったからだというねそういう発想もあるんですよ。そういうい歴史的な背景があって うん、そしてその地域とともに地元とともにだってさ淡路阪神、ね、大震災の時に一番最初に竹田出しをやったのは山口組と自衛隊ですよ要するにその地域貢献というね、えー、ある種は、まあ、他の地域ではどうかわからないけども少なくとも兵庫県神戸エリアにおいては東灘地区においてはですね、えー やっぱりそういった意味では人形団体としてのまあ、存在感というのがあるんですよ、えー、それを認めてる住民がいるわけですよね支持、えー、している、えーね、まあそれはその地域独特のものかもしれないけども、うん、だからそういった意味で言うと今回の記事は、えー、まあ全国的なね意味で言えば そうなのかもしれないけれどねただ住民にとってみるっていうとやっぱりこれはねやっぱりね自然日常風景なのよで正月だとかねハロウィンだとかねそれに対して餅つきをするとかさこれからありますよそうすると書くべきことは兵庫県警に洗脳された地元住民らが暴力団追放を訴えるパレードを実施しましたと書くべきなのよ脳されてるんだからだったら兵庫県警もハロウィンやりゃいいじゃないか 悔 <laughs> しかったら <laughs> 大体ね, <laughs> だいたいね僕にある時ねなぜ暴力団という名前の付いた団体が社会にいるのかっていう質問を受けたことあるんですよそれはね僕の心の中に暴力を振るいたいとか、ええ、酒飲んで暴れるとか、はい、一平さんも自分の心の中にちょっといかがわしいとこいっぱいあるでしょはいもちろん人間っつうのはい、そんなにいつもいつも、ええ、優等生で勉強してっていう存在じゃないんですよ、ええええ それが社会的にはまあ山口組だったりいろいろするわけでタ、まあ、田岡さんだってあのプロ野球の地方興行ができるようなのは、うん、田岡三代目さんのおかげだからね<ー>だからまあ人間の社会ってそんなに単純じゃないですね。ですから、えー、人間の社会つまり自分の心の中が全く綺麗で、はい、一点の曇りもない人だけで日本人が成り立ったら、うん、あるいはいらないかもしれない。 うん、暴力団というものは、うん、しかしそうじゃないんですよ、はい、僕らは<い>、ね。ですから、えー、自分の心の中に、うん、まあやっぱり人に恥じるところがあるんですよねそれは暴力もあるし、えー、だから人間には暴力に従いたいという気持ちもまた逆に存在するんですね。ですからそういう意味では、うんえー、まあ,あのその人間の心というものを都、うん、社会というものを考えなきゃいけないというふうに まあ僕なんか思いますねい暴力団の追放、怖いよ、はい、追放っていうのも、暴力団のハロウィンをするなんて、これ、<laughs> 人権問題としてどうなのかってね、こここそ朝日新聞が声を上げるべきじゃないけど <laughs> あ僕が、もうにねあの、タバコの反対運動の方がね、<laughs> 悪辣ですよ。えーえーえー 人間の精神とかそういうものを不当にこう縛るっていうね、うん、それを始めるとだめなんだ、えー、むしろ人間というのは少しぐらいルーズで少しぐらいだらしなくてもそっちを生かしておくことがね明るい社会を作る、えー、でもう締めるっていうのはもう本当スターリンとかヒットラーなんかのするべきことでね、うん、やっぱり人間というものを信じて人間の汚さ綺麗さ全部をやっぱり含めた社会じゃないとね、えー、社会としては。 だちょっとここはタバコ臭いから向こうに行って吸ってくださいよってのはいいけど、えー、まあその範囲でとどめるってのはやっぱりね、えー、正しいと思いますねアニメーションでタバコ吸ってる姿もね描写しちゃいけないとか、ね、<う>言われるとね急遽ちょっとやって、ね、いやはいはい